嫁作です。おめでとう。面白くねえから切れるから普通にめっちゃ切れてるやん。どうも、カイサクです。さあ、今日なんですけど、なんと日本ナンバーワン夫婦チャンネル、しばなんチャンネルさんとコラボが決定しました。すごない？すごいっすね。ちょ、ほんますごない？近い。日本ナンバーワン夫婦チャンネルやからね。すごいっすね。そうなんですよ、はい、ああ、来た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 。これちなみに今ね、家族連れてて、これせんちゃんでーす。こんにちは。こんにちは。オーケーオーケー。やっぱり今日は夫婦チャンネルさんとのコラボということなんで、実は嫁を連れてきます。あら、お願いします。こんにちは。嫁作です。お願いします。おなしゃすって言ってるの？おなしゃす。はい、おなしゃす。奥さんですよね。嫁サックです。見てください、これ嫁サックです。仲いいな。いや、実はね、嫁サック、しばなんチャンネルさんの大ファンなんですよ。もともとね、大好きで、大好きで、だから今日めちゃくちゃ緊張してて昨日寝れなかったです。そう、あるテレビのお仕事で坂上忍さんとお会いしてるんやけど、はい、その時よりテンション上がってるもん。いいんですか、でも。え、その格好とか、カジサックのためならと思って着させていただきました。泣いてやろうか。ほんまに嫁なんですよ。だから今日はちょっとね、このカジサック嫁サックでね、しばなんチャンネルさんのところにお邪魔しようかなと思いまして。あ、またせんちゃん来た。今度このせんちゃんのジャージも作ろうかなと思います。次女サック、チョナサック、チョジョサック、ジナサック、韓国みたいな感じ。確かに。やさぎさん、はい、調子いいね。ありがとうございます。どうも、はじめまして、カジサック嫁サックです。よろしくお願いします。はじめまして。どうも、はじめまして。握手初期、ほら、嬉しい。ありがとうございます。大ファンなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。初めてっていうぐらいこんなにテンション上がった奥さん見ましたもん。今こんなんやったやろ。今自分から撮ってブーリンやってたから。もう日本一じゃないですか、夫婦チャンネルで言ったら。いやー、ありがとうございます。なんでちょっといろいろ勉強したいなと思いまして。なるほど。ご夫婦でなんかすごい仲のいいイメージがあるんですね、仲良しな、はい、秘訣みたいなんてあるんですか？うわー。ああいうリアクションとかして。俺、ああいうアナさんのこう、あーみたいなやってよ。そう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 、伸ばしてこ伸ばしてこ。ほんまに、いや、ゴリラやん。ただのゴリラやん。秘訣って何かあったりしますかね。共通の趣味を持つことっていうか、お互いの趣味に寄り添う気持ちみたいな、最近すごい大事にしてるんですよ。めっちゃ良さそう。例えば、しばゆうがすごいアニメが好きなんですね、はい、そのアニメが好きだから、私もそれを一緒にちゃんとハマって、マジでそこにハマり込んでいく努力というか、私は したりとか。へえ、嬉しかったでしょ、しばゆうさん。嬉しいでございます。もう分かるわけでしょ、嬉しいでございますね。嬉しいでございます。嬉しいではないです。不審ではないけど、そこじゃなくて、しばゆうさんも気づくわけでしょ、やっぱりこう寄ってきてるな、寄せていってくれてるなっていうのは。あ、そうですね。 YouTube の方に寄ってきてくれたんで、うん、一番共通の趣味と言っていいのが YouTube。 YouTube で楽しいもんね。でもそれで言ったら、うちも増えましたね、会話が。僕が YouTuber カジサックになってから、家で結構嫁サックからこんなんどうとか、結構僕に企画を出してくれたりするんですよ。めちゃいい奥さん。そうなんだ。そういう意味では会話も増えたよね。もともと全然見なくって、はい、YouTube 自体を。で、私はすごい隠れて見てたんですけど、はい、こう始めたっていうことで、ちょっとアドバイスできたらなと思って。そう、だから僕らの知らない情報とかもたくさんこう言ってもらったりするんで、そういう意味では夫婦にとってもプラスになったかなとは思ったりするんだけど。確かに、しばゆう見ないんですよ、全く。YouTuber なのに YouTube あんまり見ないですね。だから私が情報収集して。めちゃめちゃええ奥さんじゃないですか。しばゆうさんからこう寄せたものとかあったりするんですか？ああ、僕パンツをずっと履いてなかったりとか。ちょっとごめんなさい、赤ちゃんの時の話です。いや、でもう20代の23の時の話なんですけど、パンツを履いてなかった時期、履いてなかったりとか、まあ、はい、3日間風呂に入らないのは当たり前と。で、髪をボサボサの状態で撮影を出ると、はい、そういう状態があったわけですよ、はい、で、それを調教してくれたっていうか、ちゃんとやれよって、もうしつけたみたいな。パンツは履くんだぞ。風呂には1日1回入れよって言い続けて、それが今当たり前にできるようになったっていう。その当時の年齢が23。おかしくね。履けなかったんですよ、彼女に。履けなかったんですよ。難しかった。これだけやん。難しい。これで終わりやん。難しかったです、パンツの履き方が。いや、履き方っていうか、なんか概念っていうか必要性。ちょっと深い話になってきましたね。そうですね。それで言うたら、ちょっとでも好きやな、そういう話。そこ掘らないでいいんですよ。もういいっすよ、そこ。じゃあ趣味とかは特にしばゆうさんから寄ったことはないってことですか？
私がちょっとかっこいい男の子とか結構好きなんですね、はい、はいはいはい。で、その髪型とかをちょっとやってくれるようになった。優しい。めちゃめちゃ優しいじゃないですか。めっちゃボサボサだったのを色かっこよく染めてくれたりとか、はい、髪型セットするようにしてくれたりとか。うわ、めちゃめちゃ良してるじゃないですか。服装とかもちゃんとそう、はい、あ、すごい絡み、これ今数字持ってますこれ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 絡んで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 変な話はできなくなった。なるほど。髪型とかをこう寄せてくれたりする。 それでなんか私はすごい嬉しかったし、しばゆかっこいいなみたいな感じの気持ちになった。それはしばゆさんはもう合わせようと思ってやってたんですか、それともちょっと実は嫌な気持ちあったりしますか。嫌ですね。本当だったらなんかハードモヒカンに革ジャンにスタッツだらけの服とか着たいんですけど、ノーパンで。ノーパンではないかな。それはちょっとそこは成長したんでね。パンツも覚えたから、はい、なるほど。ほんまモヒカンとかにしたいけども、やっぱり奥様的に喜んでもらえる髪型にしてあげたいと。そうです。最高じゃないですか。やってやって。何をやってる。髪型。何にすんの。今初めて聞いたよ。かっこよくしてほしいなって。カジサックを。カジサックじゃない。プライベート髪型を。もっとなんか今風にしてほしいんですよ。12年ほど一緒にいるんですけど、全く変わってなくて。あのね、興味がないですよ。で、僕普段そのお外に出る時って帽子かぶるんですね、基本。帽子をかぶってほしくないってこと。はい。違う。バイン。バイン。今時の髪型にしてほしい。あ、合うやない。何してんの。喋ってるじゃん。バイン。じゃなくて。頼むよ、しばゆさん。こうなってる。こうなってるの、ほら、俺のせいや、絶対。結果、俺悪いみたいになってる。何やこれ。泣いちゃった、ほら。ごめんね。じゃあちょっと気をつけますわ。それで言うたら僕は髪型をちょっとセットして外に出るみたいな。でも僕ってちょっとややこしくて、カジサックムという顔もあれば、キングコング梶原っていうお笑い芸人の顔もあるんですね。はいはい、でお笑い芸人の顔になった時に、じゃあこのぐらいの色になってかっこよくっていうのはなかなかできないというか、二刀流なんで僕。僕も二刀流なんですよ。どういうこと。あ、そうか。僕も東海オンエアだってこっちもあるっていう。見た目で言うとそんなに変わらないでしょ、全然。見た目今はあっち寄りなんですけど、東海オンエア寄り。はいはいはい。キャラもちょっと変わるしね。ネタキャラとこっちはなんかほっこり家族系っていうか。どっちが本当の芝居さんなんですか。東海の方。ああ、の方がよりですか。へえ。もともとずっとやってて、もう今5年目。5年ですよね。名古屋ですよね、東海オンエアさん。そうですね。どれぐらいの頻度で名古屋行かれて。うわ、週に1回土曜日と日曜日と。毎週金曜日の夜に名古屋に行くんですよ。愛知にも家があるんで。家があって、はい、土日は芝居を過ごして、月から僕東京、金土日が愛知みたいな。結構じゃあ芝居さんのことは信用してる感じですか。信用してます。うわ、いい嘘とか。ご存知かわかんないんですけど、はい、空族行ったのが東海オンエアメンバーにこうバレまして。言うてたやつやんな。ご存知です、うん、はい、まあ、動画にこうなっちゃったわけなんですけど、その時は本当に切れましたね。そらそうっす、はい、あれですね、台湾の変ですね。台湾の変。台湾マッサージが原因でちょっとすごいもう喧嘩になりました、ね、そういうのが一回やるとちょっとでも不安になりますよね、うん、でもなんかもう、あ、もう行っててもうしょうがないのかもみたいな感じの、言われるうちが花だったんだよってことですよ。もう深いどうでもいいやってなっちゃいましたね。やばい、柴田さんやばいです。早いですよ、ね、早いですよ。じゃあ何だかやったからだよ。それ一回台湾マッサージの辺起こしたからでしょ。確かに、あのマットヘルスも来ました。言うなよ。えらしや、ほんまに。なんで追加情報言っちゃったんや。知ってるんで。知ってるんでとかじゃなくて、掘らないで。もう言うな。面白くねえから。切れるから、普通に。分かります分かります。だから番組とかで、はい、ノリで言っちゃったりするんですよ。はいはい。やっぱ似てると思いますね。それを、まあ、言ってくれるんですけど、はい、番組上仕方なかったんです。たまに事故があるんですよ。聞きたい聞きたい。これ実は大喧嘩したんですけど、はい、嫁作家自作で、はい、お笑い芸人キングオブカジャの時はもう仕事マンなんですよ、はい、もうスイッチ入るんですよ。もう笑いを取りたかったりとか場を盛り上げたいという気持ちがものすごくあるんですね。上沼恵美子さんっていう関西の女帝の番組が僕レギュラー番組で出させていただいてるんですけども、はい、そこで一回上沼さんが振りで、あんた浮気はしてるんかみたいな、してるやろ浮気みたいな、いやしてないですよ、してないですよ、その後にほんまのこと言ってみっていう振りが来たな。はいはいはい。もうこれはお笑いスイッチ入っちゃった僕は、はい、なんて答えたら面白いんだろう、2回ですって言っちゃった。困って困って2回浮気しましたって言ってちょっと盛り上がって、はいはい、僕の中でそれはリップサービスだったの。生放送じゃなくて収録だったから、はい、もうオンエアもされるわけないし、はい、リップサービスで言ったの、はい、そしたらまさかのオンエアしたんですよ、はい、でびっくりしてちょっとヤフーニュースかなんかになって、嫁さっくんから、はい、どういうことよ
って言われたそりゃ言うわ。言いますよね。言います。オンエアしないでくださいって頼んだんですか。いや、されるわけないって決めつけちゃってた。オンエアがするわけないと思ってたんですよ。それは詰めが甘いなと思います。最後の最後までやっぱりお嫁さんに対する配慮が必要だったなと。絶対ダメですよって念をしてそれだってやらなかったわけじゃん。だからみんなにそうやってオンエアされるわけじゃん。恥ずかしいんですよこっちは。こっちは恥ずかしい。そう、わかります。世間にそういう目で見られちゃうって。恥ずかしいじゃないですか。何やってんの。危険話を。でも僕は分かってほしいんですよ。そんなわけないやんと、うん、あれは僕はこういう流れでこういうことだったから、はい、ああいうことをむっちゃ切れてるやん。オープニングと別人やん表情で分かってほしいんですよ、はい、それこそお笑い芸人さんの嫁なんだからじゃないですけども、私は一般人だし分からないしって偉い起こすよね、うん、先に言ってくれてたら心の前だったなと思うんですね。そうよね。そうだから勝手にニュースとかになるのが嫌だったんですよ。そうですよね。それ一番嫌じゃないですか、うん、確かに外から聞くのが一番嫌だ、うん、一番嫌だ。だから今後僕が気をつけるべきことは、何かしらもしオンエアするせえへんは関係なしにちょっと嫁が嫌がるだろうなっていうことはもう先に言っとくってことだ。そう、それそれですね。もうそれや。江頭さんみたいになってますそれよ。江頭さんみたいですけど大高気をつけましょう。だからリップサービスとかでやってしまった場合、先に奥さんに伝えることが大事ってことだ。そうですね。最後に喧嘩、まあするじゃないですか絶対。どうやって仲直りとかされてんのかなっていうのちょっと今日ね聞きたいなって。星のコーヒーで喧嘩したんですよちょっと。え、ついさっき、はい、マジっすか。そうなんです。まさにリアルタイムで喧嘩してたんですか。そうなんですよ。でもなんかしてたら忘れるよね。動画撮ったら忘れる気がするんだ。あ、確かに。動画撮ったら生放送したりすると、うん、あ、やっぱこんな仲いいし相性いいんだ。うん。でさっきまで本当にこの撮影が始まる前まで口聞いてなかったんですよ。でもやっぱりこうやって撮り始めたら楽しいっていうことか、うん、漫才師と似てますね。あ、そうですか。実は漫才師もそうなんですよ。西野とバーって揉めることがよくあるんですよ、はい、やっぱネタのことで。僕たちの出囃子っていう音が鳴って漫才で「はいどうも」って出て行って、はい、もう降りてきたら仲直りしてます。あー、すごい。それだわ。それに似てるってことか。それがちょっとあるかもしれないです。ただ漫才の場合は先ほどはいいパターンで言いましたけど、はい、逆にブワー揉めてブワー揉めてみたいな「はいどうも」って出てむちゃくちゃ滑る時あるんですよ。めちゃくちゃ滑った時は戻ってきたら余計喧嘩します。もうだからウケないとしのぎで仲直りするにはみたいなとか若干漫才にしてはあったり。じゃあどっちかが謝るとかそういうのはないってことですか。ないです。そうか、うちとはちょっと違うかな。結構言い合いな感じですか。言い合いはそんなにしないですけど、今最近はどうやろう。僕の方が折れること多いよね。結構うまそう、うまそう。折れてねえし。前まではもう本当に怒っちゃって、はい、私がごめんねって言って。そう、前昔は亭主関白だったんですよ。大変でしたよ。そうなんですね、そうですね。だから人ってこんなに変われるんだってぐらい変わりました僕。いろんな人に怒られて、まあ、プラスやっぱり子供たち僕4人いるんですけど、はい、子供が増えるにあたって嫁の大変さとかを完全に分かるようになってきたんですよね、うん、そっから僕はやっぱ変わらなくちゃいけないと思って変わった部分もあるんですよ。ここで聞くことじゃないかもしれないですけど、あのお子さんとかをあのテレビとかに出されてるじゃないですか、はい、その辺ってどうお考えなのかなとか。大丈夫なの、いじめられないのっていう心配の声の方が目立つ時があるありますね。僕もコメントにも結構来てまして。でもこれは僕2つ理由があって、はい、1個はまず下の子の千里って言うんですけど、千里はちょっと違うんですけども、はい、上の3人は自分たちが出たいっていう気持ちが強かったりする。出たいっていうのを尊重している、うん、そしてもう1個は僕が守ります。絶対こんだけそうやっていじめに遭うかもしれない状況が、はい、学校からそんなあろうが僕が出向いてもでもいいし、うん、もう自信があるんで守る、うん、だからこの2つの条件があるから僕は視聴者さん喜んでくれるんだったら僕は出すし、うん、子供も出たいって言ってるしみたいなことですかね。やっぱ私も最初はいや良くないって思ったんですけど、やっぱり家族でチャンネルやってる以上この子をのけものにするような感覚になるんですよ。あっち行っててあっち行っててっていうのが、なんかだんだん心が痛くなってきて、すごいカメラ向けてイエーイとかやったりするのが大好きだから、一緒にやっていってそのリスクをこうどうするかって考える方の方に頭が切り替わったんですよ。なるほどね。結構考えてる、うん、ちゃんとしっかり考えてるんですよ。だからそうなんですよ。そんな言う方で戦ってくださいよほんまに。そんな言う方でちゃんとほんまに4人でお願いしますよほんまに。ハハハハ。
今日はほんまにありがとうございました。いや本当にありがとうございました。よかったな、会えて生でね。本当に嬉しかった。いやありがとうございます。毎日見てるんで今後も仲良くしてください。よろしくお願いします。今日はちょっと初めてだったんでトークさせていただいたんですけど、もし質疑があるならばなんかちょっとねチャレンジも、うん、なんかちょっと体張りましょう。せっかくジャージ着てね、そうですね、もう動けるんで次うちらもジャージしてこよう。あ、ダメだジャージジャージ違う色でジャージでなんか体張りましょう、はい、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆様、何卒ご登録の方をよろしくお願いします。できたら Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。